千代田駅は大阪府河内長野市にある南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は NK68。駅南方に南海電鉄の千代田建区、千代田工場があり、この駅を始発、終着とする列車もある。1996年に橋本市に小原田建区が開設されたことで、当駅始発は少なくなっていたが、 2005年10月16日改正で再び図を犯した。相対式ホーム2面2線の設備を持つ地上駅。ホーム有校長は8両。1989年に完成した京城駅舎を有している。それまでは上下線別改札であり、入場後はホーム同士の移動ができなかった。京城下当初はエレベーターが設置されていなかったが、2012年3月に2期 設置された。このエレベーターは、東出口と一番線ホーム、西出口と二番線ホームの共用型になっている。橋本型に、お原田賢社千代田賢社宿、千代田工場がある。交番検査時には、南海本線の車両も入線する。そのため、当駅始発、終着の確定が数多く設定されている。また、平日の朝ラッシュ時に当駅始発の上り準急行が、 設定されている。2019年時の1日平均乗降人員は13,435人で、南海の駅全100駅中22位である。各年時の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。千代田駅前交差点駅東側には、千代田南町や、木戸東町など、駅西側には、木持が、岡谷千代田台町、松園町、 緑ヶ丘などの住宅地が広がっている。千代田南町などを除いて各方面へ路線バスが発着している。また、大阪千代田短期大学直行のスクールバスも発着している。千代田ショッピングセンター南海バスすべて河内長の営業所担当。駅西側バスターミナル理想な銀行河内千代田。支店付近乗り場420系統では深夜バスが、 運行されていたが2020年4月1日ダイヤ改正にて廃止された。南海バス。ありがとうございます。